皆様こんにちは。国際不動産エージェント鈴木です。千葉県香取市の古民家宿より、2024年第2本目の動画を送らせていただきます。え、こちら、東京から1時間ちょっとしか離れておりませんか。本当に自然に囲まれてましてですね。昨日の夜空を本当に信じられないぐらいですね。プラネタリウムのように綺麗な、まあ、皆様にもぜひ、ね、お見せしたかったんですけど、まあそこは2月以降、この宿をですね、オープンさせますので、皆さんぜひ来てください。まあ今回はこんな感じでですね。まあ田舎らしい いい感じの景色が広がっております。ちょっと気温は冷たいんですけれども。で、今回のテーマは、日本でなぜ EV の普及が遅いのか。 というテーマでお届けさせていただきます。日本における EV ですね。まあ、いわゆる EV、BEV と言われるバッテリー式のものと、まあ、あとは、あの、プラグイン EV ですね。まあ、PHEV と言われるもの。それぞれを含めた電気自動車の普及率というのは、まあ、年々上がってきてはいるんですけど、その上がり方がですね、例えば、ヨーロッパとか中国とか、まあ、アメリカとかに比べると、まあ、あまりにも遅いと、ことがよく指摘されます。私、車にそんなに興味がないし、 そなに思い出もないんですけどただ仕事柄例えばヨーロッパとかに行ってレンタカーを使うと普通に皆さん EV ですしですねまあ、日本国内でも最近ですね、えー、日産サクラみたいな軽自動車っぽい EV みたいなのがまあレンタカーで出るようになりましたのでですねその辺を時々使うんですけれども基本日本の普及率っていろんな数字ありますけどだいたい3%とか4%ぐらいですよね PHEV も入れて4%ぐらい ですね。で、ヨーロッパは全体でも20%超えている。中国もまあ2 30、30%。国王とか行けば50%超えてるような国も結構あると。 ということで。例えば、テスラみたいな、みんなさんが知ってる会社、世界中、まあ中国だ、ヨーロッパで売れまくっているのに、日本では全然売れなくて、その辺なぜなのみたいなことをいろいろ聞かれるんですけど、日本の消費者、それなりに賢いと思います。合理的な判断をしてると思うんですけど、まあこの日本の環境で EV を使う上で、まあなかなか普及しない理由っておそらく三つあるのかなと思います。一つは、 ハイブリッドがもうすでに便利すぎるというところがあるかなと思います。トヨタのプリウスからまあ日本はハイブリッドの歴史も長いしですね。世界中で一番ハイブリッド車が売れている国でもありますが、まあとにかくまあ全国どこでもハイブリッドを使う上でのまあインフラは整っておりますし、まあ航続距離も一度満タンにすれば700キロ800キロ走る。燃費もむちゃくちゃいいとかですね。その便利さをまあ味わった上で EV が 入ってきても、ハイブリッドと比べるとどうなのみたいな感じでどうしても思ってしまうところですね。まあその日本ではなかなか充電インフラというのもガソリンスタンドに比べれば全然充実してないっていう状況もあると思います。で、二番目は日本の環境で EV を使ってもそんなにエコではないということを皆さんがあの無意識のうちに知っているっていうことかと思います。日本は 昨日も能登半島の震源とする大きな地震が起こりましたけれども、地震国ですと、例えば、 原発とかかかもなかなか増やせないいし自然由来エネルギー太陽光ととかか風力とか増えてはいるんですけどやっぱり、大部分の電気を火力、つまり化石燃料で使わなくちゃいけない。ので、まあ、例えば EV が排ガスを出さないとか、まあ、クリーンだとかエコだとか言われても、結局その電気を作るところで結局化石燃料を使うじゃんというところを、まあ、皆さんが知っている、気づいているっていうところがやっぱりあるな、だと思いまって、この状況はすぐには変わらないとは思います。で、3番目なんですけど、昨日の地震に 日本人というのは天変地異が多い国土に暮らしておりますのでどうしても電気だけじゃ不安。 やっぱり2種類の燃料という2種類の方法で動くようなものっていうのを好む。どうしても無意識な自分を守る本能がある。まあそういう日本人は仮にガソリンがなくなっても電気で動く。で、電気がなくなってもガソリンで動けるみたいなハイブリッド車を無意識のうちに好む傾向があるのではないかなというふうに私が思っておりますと。そう考えると日本人なりに合理的な判断をした上での今の数字なんだと思っておりますと。ということで今回 の話題でお届けさせていただきましたはい、島県香取市よりご挨拶を申し上げますそれでは失礼します、さようなら